DJI OBM Action 3をヘルメットマウントしている方に朗報です。最新のファームウェアアップデートで、これまで USB 接続の外部マイクを使った場合のゲインの設定が、プラスの0デシベルからプラスの20デシベルまでしか設定できなかったんですけれども、新しいファームウェアアップデートでマイナスのデシベル、マイナス12デシベルまで設定できるようになりました。これで、 マイクの中で喋った時の音割れの対策になるかもしれません。